世界の研究者、新型コロナを収束させるのは日本しかない。世界は教本に頼っている。世界のメディア、日本対応遅すぎ。世界の研究者、新型コロナを収束させるのは日本の医薬開発能力。新型コロナウイルスを収束させるのは日本の医薬開発能力。イベルメクチンにアビガン。世界的に猛威を振るっているウイルス、新型コロナウイルス、COVID-19。だが未だに収束する気配がない。しかしこの新型コロナウイルスに救世主が現れようとしている。それは日本人が開発した薬品であるイベルメクチンとアビガンだ。イベルメクチンは北里研究所にいた大村悟氏が開発したもので、牛などの家畜の寄生虫感染症に効く薬として開発された。アベルメクチンという物質から作られたのがイベルメクチンで、人にも効果があることが分かり、発展途上国の人を多く助けてきた治療薬だ。そんなイベルメクチンがオーストラリアのモナッシュ州大学、メルボルン、の研究チームにより新型コロナウイルスを2日で殺すという研究結果が発表された。具体的には新型コロナウイルスである SARS-CoV-2 の成長を妨害するのだ。イベルメクチンは副作用と毒性が極めて少なく奇跡の薬とまで言われている。そしてもう一つがインフルエンザ治療薬として開発されたアビガンだ。こちらも日本が開発したもので、富士フイルムと山科学が開発し2014年に承認されている。ただアビガンは胎児に影響を与えるという副作用があるため妊婦には使うことができない。海外メディアが新型コロナウイルス感染者にアビガンを試験的に投与したところ、症状悪化を防ぐ効果が認められたという。アビガンはすでに日本でも承認されているが、新型コロナウイルス用として使う場合再度承認が必要だという。だとある程度手順は飛ばすことができ、またこの状況なので早急な承認が期待できる。世界が注目している日本の医薬品であるイベルメクチンとアビガン。改良薬の開発、研究がされているという噂もあるが、それよりも既存の薬であるイベルメクチンとアビガンでの効果に期待したいところだ。世界のメディアからは対応が遅いと批判されている日本だが、研究者たちからは期待されている日本だった。開きかっこネットの声と字かっこ。もともと日本はピークを遅らせるという計画で、おおむね成功してる。薬の効果を期待するスレなのね。日本の対応が遅くてバカにされてるスレじゃないのか。そもそも自己責任で国民が動いてたから、この結果なんだよな。何万死者出してるとこから遅いとか言われましても。日本より感染爆発してる国、日本対応遅すぎ。僕。影の下から日本は崖っぷちだと叫ぶ。世界がやばいのに日本のニュースはこの時間にアスパラ特集。日本の対応を非難したとこが軒並み崩壊してくのは何かのフラグ行為なのか。韓国の真似すると法則発動して大惨事になる。日本くらいの成挙率に抑えてからいいえと。人口1万人あたりの死者数。開発も何も、すでにやるけん。デモを使ってるの。昨日120人に投与と安倍が言ってただろ。そうなんか、ネットニュース見ても安倍批判ばかり目について気がつかなかった。引きこもってゲームやってるだけで国に貢献できる素晴らしいイベントに参加できて光栄。日テレのジップで。日本政府の対応にフランス、韓国のメディアから批判が出ています。というニュースをしてた。何が言いたいのこいつらは。その批判記事も日本人が書いてるのがバレ始めたけどな。日本人が書く右外国で翻訳して記事にする、右日本人が再翻訳して逆輸入。これが今の構図。日本がうまくやってるから嫉妬してんだよ。引用。http://touanchdqn.live.blog/archives/566234000.html